これみんな知ってる？少子化対策の一環として児童手当の所得制限を撤廃するって話やけど、まあ、知らんかな。これ10年前に民主党がやった時、自民党はもうバラマキ行為やってめちゃくちゃ批判したんよね。自民党の丸ちゃんはその時、愚かだねってめちゃくちゃ批判して、自民党はこれの T シャツ作って1500円でわざわざ販売したレベルなんよ。やのに国会で自民党自ら児童手当ね、所得制限撤廃するって言い出したんよね。でその丸ちゃんはというと、寝てるー嘘やろ、ニポタヌキデイリーアホかい。ということでこっからが教訓。寝る子は育つ。うさいでうさい。バカバカ嘘嘘。違うで。まず民主党に謝れ。俺どこかの党に偏ってるつもりないけど、もうこんな開き直りやん。まずあの時はどうもすいませんでしたって。それが大人や。自民党はあの時すいません T シャツ作った方がよろしいんちゃいまっか。